はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。検証系実況者リュウです。さあ本日なんですが、ちょっとね、視聴者の方からですね、あの一つだけね、あの面白そうなあのご依頼をいただきまして、今まで遊戯王の歴史の中でやっぱり一番強かったデッキって何ですかと、一番強かった先行デッキって何ですかっていう話なんですけども、これまあ多分僕はティアラメンズだと思うんですよね。まあこれ後手でも強いんですけど、ティアラメンズだと思うんですよこれ。で一番強い高校デッキって何ですかっていうと、多分テンパイ流なんですよね。なのでちょっとご要望いただいたのは、最強の先行デッキと最強の高校デッキ戦ったらどっちが強いのかっていう盾と矛じゃないですけど、その最強の盾と最強の矛どっちが強いかって話なわけですよ。はい、これ一応まあ引っ張ってきたのはこのテンパイ流の方は、これ2024年のYCSJ 東京を準優勝された方のデッキレシピで、こっちのティアラメンツは2022年日本選手権を優勝された方の構築となってます。これ理論上まあ後手デッキ最強と先行デッキ最強と思ってるんですよね僕は。でこれを戦わせたらどっちが強いのかということですね。これを検証していきたいと思います。カードプールは一切変えずに、あの今の環境に合わせるとかせずに、もうこれとこれを戦わせたいと思います。はい、早速やっていきましょう。ビュエルスタンバイ。まあ誘発しかないっていうのは結構まああれだけど、まあでも言うてこんだけの手札じゃないと多分相手のデッキ止めれないっていう説あるね相手だって遊戯王史上最強デッキって言われてんだから、遊戯王史上だぞ、遊戯王史上っておかしいだろ、遊戯王史上最強デッキっておかしいだろ、ふざけんねマジで。テンパイルデッキのちなみに G はまあまあ強いいやこれ G から打つしかないか、これちょっとさ、バーデック飛んでくる可能性はやばくない、バーデックちょっとマジでやめて、バーデックだけ、あぶねえ、よかった、それは G は通った。でキトカロスが特殊召喚される、インスタントフュージョンとかいうカードね、これキトカロス出せるから気になりましたからね、これね、これもう明確な理由でキトカロスを出せるから気になりました、このカードは。あ、 OK 初動きた、初動は来た。あのデッキはでも誘発はそこに入ってないから多分、ちなみに一応キトカロスの効果は無効にした方がいいと言われていて、キトカロスの効果を無効にしないとなんかトラップカードサーチされてない一妨害になっちゃうからね。さあアペルレーの当たり前に引いているとこれ三積みされてんだよなこの時代のデッキ。テラフォーミングとペルレーの全部で4枚入ってるの絶対おかしくない、絶対おかしいと思うんだけど。はい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 。でキトカロスがデメリット効果によって破壊されて5枚墓地壊されると、これも強いよね。はい、うわムドラ落ちた、最悪、めんどくせえ、ムドラケルド落ちていく。でハウフにさ、ちょっとわらし打ちますか。一旦わらし打ちまして、融合は絶対にさせない。まあ一応ねメタカード結構入ってるんでね、あのティアラメンツ系の。さあでこれでハウフにすを止めました。で一応、コズミックサイクロンはある、ただちょっとムドケルが打ってほしい。あーマグラムート、まあ、ちょっと強いけど相手の盤面にモンスターいない。いやワンチャンでな、ハウフニスいるから、ハウフニスいるもんでハウフニスをなんとかするしかないんだけど、ちょっと待ってね、パイドラ持ってくるでしょ。でまあパイドラ召喚はするわな。で一応これでハウフニスが起動される。マグナムートいるんで一応、まあ、融合効果止めれそうな気がするんだけど、ハウフニス OK です。ハウフニス効果で、特殊召喚でハウフニス効果で墓地落ちる。多分結構当たるんですよこれ多分ね。あーいやアギトねもうちょいかれてって、アギトとかふざけんなマジ。あこれサーチとかだったか、これセットさ、破壊されるか。アギド、はい、アギドの効果発動して、いやーもうやばいって、ちょやばいってやばいって、それはちょやばいって、相手のターンに10枚壊すのずるいでしょこれ、明らかにこれやってるよ絶対。マグナムート打つしかなくないですか、マグナムート打つしかないんだよな。まあちょっと一旦行きましょう、とりあえずハウフニスを除外しないと、なんか融合されて何あのルルカロスとか出てきてなんかめんどくさいこと起きるんで、でこれで、まあ、とりあえずですね、はい、マグナムートで、これで多分戻すんですよね、相手、ムドラケルドで。
ムドラケルドでハイオフィスに戻してて、そしてペルレーノが起動するからペルレーノをコズミックサイクロンでぶち込む。はいはい。でハイオフニスを戻すことによって、これはスルーかな。で多分これでスクリームが、じゃペルレーノが起動するんですよ。でペルレーノの効果って言ってきて、多分これ三元素とかって言ってくるのかな、ちょっとわかんねえけど。あ、はいはい、サリークでこれでコズミックサイクロン、ワンチャンある、マジでマジでワンチャンある、マジワンチャンある、マジワンチャンある、マジでワンチャンある。これメイル、いやワンチャンないかこれワンチャンないか。いやちょっと待って、ちょメイル落ちるのやばいな、メイル落ちるのやばい。でペルレイノ、俺なんで、俺なんでこんなレッキとデュエルしてるんだろう、やばくない普通に。でメイル効果融合される、いや無理かこれ、待ってくれ、ちょっと待ってくれ。はい、何ですかこれ、辛いとか、いや辛い毒性のこれ、うわこれサーチだったわ、これセットしたらミスったわこれ普通に。うわこれ3ケースを取られるやん、うわこれチュントラあったら勝ってなかワンチャン、いやそれでもか、うわちょっと待って、うわこれサーチだったか3ケース、マジ、いやもう何もできないですもんね。え、Gトーってこれ、俺ジーとさマグラムートとさわらしぶち込んでこれですか、ちょ無理でしょさすがに。ちょ待った、わかりまし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 た。あのね、ちょ本当にこれ倒すためだけにさガンメタ構築してくるわ、ちょっと待ってて、ね、これを倒すためだけの構築してくるわ、ダメだ勝てない、マジでマジで勝てない、マジで勝てないことに気づいたので、ちょっとテンパイ流デッキではあるんですけど、ちょっとガンにしてきました。はい、ティアラメンツを、ティアラメンツをなんとかしてショルという、デッキにしてきました。まずビーステッドをいっぱい入れたのと、ディメンションアートラクターを3枚ぶち込みまして、そして、ムドラケルドを、3枚ずつ、これなんでかっていうと相手のアギドとあのケルベックで落としてくるからですね、この辺のカードを。なので、まあ、相手のボッチクラッシャーに期待しつつビーステッドとディメンションアタッターでメタリーで後手からこの辺のカードぶち込んで勝っていきたい。で、最強カード、サガズキミチル三元素は、テラフォーミングと合わせて6枚積みましたここまでしたら勝てるやろ、バケモンスイールだなこのデッキ、ほんまにイカれてる。ちょっとさ、ドレドブレム1枚でなんとかなるんですか、ちなみに。あ、でも一応ね、あれ今回ね、あのデッキの中に、まあ多分この、あの対戦の前に解説しようしてるパートが多分入ってると思うんだけど、ムドケルを僕も入れてきたんで、石津を倒すためには石津するしかないんですよ。はい。石津を、メタルには石津するしかないので、まあ、石津が落ちるかどうかゲーミングですね、これは。本当に。でペルレイノ、OK です。ペルレイノが、発動されまして、でペルレイノの効果で、まあ、ちなみに、ドルイドしかないので、まあ、ドルイドってとりあえず、まあ、初手の融合だけはまずで一回止めて、うわ、もう、きっしょいわー。これコスト、さらに、コストがね、問題なんですよ、これ。あー、まあ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 、うわ、まあまあではない。まあまあではない。さあ、ハウフニスの効果、ハウフニスとケルベクの効果を起動される。ケルベクが効果発動され、スクリーム効果発動され、一応8枚小屋しか入る、ありえなすぎる。いやもう打つしかなくね、これどこ打ったってあんま変わんない気するけど、一応打つしかないが、わかんねえな。まあでもどこで打ってもあんま変わんない気がするから、一応ドリドブルムでいきましょうか。はい。でハウフェニスで、この時代のねティアラメンツってね、当たりが多すぎんのよ。とにかくデッキからカード墓地に送った瞬間になんか爆発するんだけど、当たりが多すぎんだよね。うわ、ほら、こうやって、こういうこと起きるんだよ。こういうこと、こういうこと。あ、でも、こういうこと。あ、でも俺もムドラ落ちたな。これ、俺もムドラ落ちたわ。来たわ。来た来た来た。いや、戦えるかもしんない、これ。ワンチャン。ワンチャン戦えるかもしんない。これ、ムドラ落ちてるんで、これ、相手の墓地のカードメタれるんですよ。ムドケルド、なんだっけ、ケルベクと、なんでしたっけ、アギドで落としてくれたから、アギケルで。ってことは、俺のムドケルが発動できて、まあ、打つしかないですよね。で、これで、メイルーとかを戻して、ちょっとボッチメタだけ、ね、していきましょう。とりあえずさあ、まあこれ使うかどうかは相手が選べるんですけど、まあこれは使わなくても使ってもどっちでもいいだろうね、相手は。はい、 OK です。はい、で戻る。でメイルーの
融合効果を使えないで、ペルレイノで、シェイレーンが爆破されるで、シェイレーンの効果で融合されるで、これはもうどうしようもできない、見守るしかない見守るしかない。じゃあ相手もこれビビってると多分あの何、もう俺のデッキにちなみにムドラとケルドを三三入ってるからねメタルためだけに三三できたから、結構相手アギケル発動してくれたら割とブボーチメタれるから、よろしく。さあし、あ、メイルか、メイル召喚でさらに3枚墓地食わせるね、ムドラ、まあ、なるほど。いや、落ちろ。いや、あー、なるほど。効果使ってる。まあ、融合はできないか、じゃあ。融合はできないか。ケルドーがいる。なるほど。オッケー、これケルドー落ちたから、言うて墓地メタはできるな。多分まあまあ、なんか落ちは強かった、俺の落ちは。ムドラとケルドー両方と持ってくれたんで、あ、戻される。まあ、じゃあ戻すか。使われるぐらいだけど戻しますわ。これボッチメタをするカードを戻せばいいので、ムドラとこれで合ってるか、これで相手のボッチをしっかりとメタりつつ、じゃケルドーでケルドーを戻し、ディメンション当たるとマジいらねえな。オッケー、まあ大体オッケー、おおむねオッケー。墓地でこっちをメタってくるカードは今のところはなさそうで、キトガロスの効果、はい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 。まあ、ここからはマジでちょっとあの相手の落ちがどのくらい強いかって話になってくるんだけど、一応墓地メタ結構できたんで、うわ落ちたか、むずいな。ケルドにも落ちてんのか、ケルド2枚落ちうざケルド2枚落ちうざケルド2枚落ちうざ。あームドラか、なるほど。いや、これテラフォーミングかな、さすがに。で、テラフォー打つでしょ、テラフォー打つ。で、まあ、三元素を持ってきます。で、三元素の効果発動したいんですけど、何かありますか。ちなみにメインフェル中の間、メインフェル1の間、炎属性、ドラゴン属は効果を受けなくなるので、ここで、オッケー。まあ、これはさすがにぶっ壊さないと死ぬかもしれないからっていうことで打ってくるのかな、これ。まあ、多分これティアラメンズ戻してきてスクリーン起動するってことなんかな。まあ、ちなみにもう一枚あるんで、一応もう一枚発動できるんですけど俺もちなみにテラフォーミング3枚入ってるからね俺も。まあまあいいでしょう。はい、でこれで三元素が爆破される、まあいいでしょう。まだ三元素効果は使ってないので、もう一枚貼れば一応なんとかなりますね。さあ三元素を発動、さあ三元素の効果起動するかなんかあるか。相手たもあれサリークですよね。で、坂月満ちる三元素の効果発動する。で、坂月満ちる三元素の効果起動しまして、まあ、チュンドラ持ってくればいいかな。チュンドラ持ってたかもしれない。まあ、とりあえずムドラを捨てまして、で、ムドラで相手の墓地をメタルという最強のムーブをまずしましょう。とりあえずこれ、パイドラ召喚して効果発動、スクリーム効果、いいでしょう。でこれで何が落ちるかですね、相手。これで何が落ちるかなんですけど、落ちたところでムドラで戻してあげれば OK という話があって、で海面を追ってくる。てか相手墓地の落ちがまあまあ弱い、メイルー効果、メイルーしか落ちないんだったらここでちょっと待ってでムドラ発動するでしょ、なんだこの激闘でメイルーとケルドを戻してあげればいいのか。まあ、ファドラかなんか戻しておく、まあ、暇だからこれで戻しておいて、であとサリークだけだね。つまり来たぞ、いけるかもしれん。でファドラで、メイルーが、融合できずに戻り、で俺がチュンドラを特殊召喚していく。いけるマジでいける。でこれちょっとトランセンドまで着地させるわ、トランセンド着地させて、分からせる、炎属性ドラゴン属モンスターは今効果を受けないので、効果を受けない状態でバトルフェイズに効果 を発動できないモンスターを出せば、相手はもう何一つ発動することができない。いけ、バイデントドラキオン召喚、効果を発動、自分の墓地から天牌竜モンスター一体を
手札に加える特殊召喚することができる。現れろ、テンパイルパイドロ。よし、そしてレベル3のパイドラにレベル7のバイデントドラギオンをチューニング。おー、相手考えてるぞ。ちなみに一応ドルイドブルームとかの効果起動できるけどね、相手やろうと思ったら。現れろ、トランセントドラギオン。そしてトランセントドラギオンがフィールド上に存在する限り相手はバトルフレッシュに効果発動できない。バトル行くぞ、バトルフェイズだ。来た来た、いけるいけるぞ、マジでこっちか。とりあえずトランセンドドラギオンでアタック、そしてドルイドブレムでアタック、さらに手だから三元解明を発動。三元解明の効果によりデッキから炎属性ドラゴン属モンスター1体を特殊召喚できる。実質いけ、チュンドラ特殊召喚。そしてチュンドラの攻撃、さらにダメージステップ開始時、三元昇竜バイデントドラギオンを特殊召喚し、ちょっと待って、こっちじゃない、特殊召喚。さらにカード破壊は、まあ、一応しましょうか。もう今効果発動できないんで何破壊してもいいですね。ティアラメンツのサーチは入りません一切。そしてちょっとお前近く来いで、チュンドラの効果を発動、ダメージステップ開始時にデッキからファドラーを特殊召喚。そしてファドラーの効果を発動、自分の墓地からテンパイルパイドラを特殊召喚。キュイー、きたーきつーきつー、これは無毒ケルめちゃくちゃ活躍した。やっぱ石詰めたるのって石図なんやな。あ、なんもう殴れない。じゃあ進行召喚します。さあ、パイドラの効果によりいけ、トライデントドラギオンシンクロ召喚。そしてトライデントドラギオンのモンスター効果、フィールド上のカードを2枚破壊し、破壊した数だけ、攻撃権を増やすことができる。そして三元素の効果により打点が上昇。キュイー、おらーしゃーよし、一矢報いたぞこれ、一矢報いた。いや、さすがにあんだけガンメタしたらギリ勝ってたんで、今度は、まあ、ティアラメンツの番ということで、ティアラメンツも理論上最強のドリーム構築にし、することをにしました。この構築多分なんそん同時期に存在できなかった気がするから、デッキの中のさ禁止カード多すぎて草なんだけど禁止と制限と純正が多すぎて草なんだけど、もうほとんどカードに制限かかってんだけど、例えばなんかそのペルレの3とかね、あと、まあ、ティアクシャも入れたりとか、あと白雪を入れたり、デビルフランケンからの何ナチュラルエクストリオとか、あとレベル4いっぱい並ぶからショックルーラーとかなんかノーデンとか、この辺のモンスターを、まあ合わせまして、なんか本当理論上、まあ、遊戯王のカードプール禁止カードも全部含めて理論上最強デッキっていうギミック先行、これをちょっと作ってきたんで、これとテンパイリーを戦わせてみたいと思います。やっていきましょう。いや微妙、マグナムート、まあ、マグナムートは強いか、普通にマグナムートはまあまあ強い。ちなみにマグラムーとこのデッキを作るためだけに3枚生成してるんでね、こっちね。UR ポイントがほぼなかったぜ。さあ、ティアラメンズレイノハートを召喚。効果を発動。レイノハートの効果によって、デッキからシェイレーンを墓地に送る。うお、シェイレーンの効果。うお、無効にするしかない。マグラムートの効果。これマグラムート取ったら一番でかいですからね、ちなみに。次のターン のドルイドとかも確定するんで、一応。よし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 、マグラムート通っていく。そして、マグラムートの効果、このターンのエンドフェーズに、B セットを回収することができる。ハーフニスいいだろう。ハーフニスの効果、なんだかんだ貫通されそうだな。まあでもね、言うてまた三元素、三元素はうお、三元素、三元素ができるんで、うわ、ムドラ2枚決め、ムドラ2枚金もっていうか当たり多すぎてさ、3枚送っただけで絶対融合できんのキモすぎない、このデッキ当たりが多すぎんだよお前のデッキには。ムドラ、ムドラハウフにして、どういうこと、人がロス、はい、すいませんでした。いいでしょう。さあ、人がロスの効果によって、うわ、ティアクシャー入れて消えかったこれ2022年のあれだぞ、デッキにはなかった構築やぞ。2020年の優勝デッキにはティアクシャが入ってなかった気がするぞ。
確かクショトリラフェンリルは入ったら構築もなんかあった気がするけど、ただ順あの優勝して構築には入ってなかったっすね。確かね、飛躍者はさあティアラメンツクシャトリラパイセンの効果が起動されて、ケルドームドラムドラ終わってるだろ普通に。あでもケルベク落ちたよ、白雪まで入ってやがる。ケルベク効果使います、メイレンの効果起動できますね。ケルベクの効果起動した方がいいんじゃないですか。ケルベクの効果、ケルベクじゃねえや、あケルベクか、ケルベクの効果起動した方がいいんじゃないですか。ケルベク白雪が落ちてるのはまあまあやばいですけど、ケルベクの効果を起動してくださいお願いします。で僕のムドラとケルドを墓地に落とさせてください、よろしくお願いします。使われん相手、やばい、学習してやがる俺のデッキにムドラとケルドが入っていることを確認した後にアギドとケルベクの効果を使わないという選択肢を取ってきたぞ、やばい、それはやばい、やるからす、やばいぞ、ああちょっとやばい、それはやばい、相手の墓地怖いし結構頼ってたんだけど俺墓地メタすんの、そうなってくると結構やばいな、そうなってくると結構やばいぞ。ティアラメンチシェイレーン、はい、ちょやべ、やりすぎじゃないこれ、なんとかなるのか。まあ、一応ね、ドルイドブルームさんがいるんで、まあ、一応相手のターンの融合みたいなの止められる気がしますけど、ケルドーか、いやーケルドー微妙だな、まあ、リーダーちょっと待って、本当に魔法カードとかやめてください、あのトラップカードもやめて、トラップカード、あ、オッケーオッケー、トラップカード入ってるやん、そもそも。で、ちょっと待ってね、これどっから入るのがいいんだ、まあ、とりあえずテラフォーミングか、テラフォーミング発動して、三元素を持ってきて、まあ、三元素を破壊されたら、まあ、三元素をもう一回貼り直すことはできるんだが、はい。で、三元素発動ですけど、なんかあります？一応これケルドー、あ、ケルドーか、まあ、なるほどね。で、これで、あれか、ペルリーの効果起動して、うわ、相手の墓地強すぎて草。まだムドラいんのか。ここじゃねえかな、結局融合する効果を止めなければカレイドが出てくるんですよね。なのでちょっと、ここで使うわけにはいかないんですが、まあ、ここで使ったところで結局ルールが止められるんだけど、でこれでフェルエイノが起動されて三元素が破壊される。で、まあ、一応三元素をもう一枚持ってるからもう一枚発動する。でこれでどうするかって話、うお、三元素、三元素って言いながら三元素2枚目発動する。で、リダンの効果、なるほど。で、リダンの効果で、素材外して融合してくるから、で、ここで融合って言ってきたこの効果を止めざるを得ないよね。で、そうすると、ルルカロスが起動されて、ルルカロスでティアクションを送って、ドルイドブルームが無効になる。いや、これ、ケルドを召喚だったか、もしかして。ちょっと待って、まあ、あとドルイドブルーム。ドルイドブルーム、デビフィラワクサちょっとデビフィラワクサティアラメンツ、ちょっと待って、これさ、これケルドー召喚だったか、もしかして。やばい、これ無理か、これカレード出てくるよな。はい、でまあ、ティアクシャでドルイドでシェイレーンが送られて、でシェイレーンの効果が起動するので一応融合召喚ができまして、これカレード出てきて、カレードで三元素が多分バウンされるってことなんかな。これでもさ、ワンチャンない？これ三元素、まあ、パイドラの効果通ったらいけるか、パイドラの効果通った、これルルカロス使った、ペルレイノも使った、であとムドケルだけ。いや、ムドケル重ムドケル重すぎて草。ムドケルって何？ムドケルっていうか、まあ、ムドラか今回の場合は。ケルドを使ってっから、でカレイドが墓地を送られる、あ、カレードじゃねえや、カレードが特殊化されて三元素が墓地へ送られ、あ、デッキに戻る。で、メイルーがさらに落ちる。で、メイルーの効果が起動されて融合召喚が巻き起こる。これ何出てくるのか、キトカロスか。キトカロス出てくるか、キトカロス。で、キトカロスの効果起動される。これもう融合召喚効果ってまだ使ってなかったでしたっけ、全部。はい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 。で、ハウフニス効果。うわ、もう無理じゃね、絶対絶対無理やん、これ。どういうこと、ドラゴンサファイアってこと、これ誰が勝てんのこのデッキ勝てねえって、勝てねえよ、ディメンションアトラクター打つ以外勝ち筋あんのこのデッキ、マジで。ちょ、無理すぎるだろ、無理だって。
なんだ俺、おいコナミ、なんでこんなテーマを生み出しちまったんだよコナミ。お前頭おかしくなったんか、なんでこんなテーマ許されてたんだよ。誰だよこのカードデザインしたやつ、出てこいマジで、消火器でぶん殴ってるから。